皆さん風景印ってご存知ですか？風景印とは日本全国の名所などを描いた日付印のことで、郵便局によってさまざまなデザインが施されています。長崎県内442箇所ある郵便局のうち、風景印を扱っているのは122箇所。その対象の郵便局に62円以上の切手を貼っているはがきや封筒などを持っていけば、誰でも押してもらうことができるんです。今回のシリーズでは、その122箇所すべての郵便局で風景印を押してもらい、デザインされている場所を巡っていきます。前回は長崎中川郵便局のシーボルトとアジサイを描いた風景印の景色を巡りました。今回はどんな郵便局のどんな風景印を巡るんでしょうか？でシーボルトは後にですね、長崎のこのアジサイ、このアジサイも大変可愛がって、後にまあヨーロッパの方にまた戻りますけどもね、その時にもこの植物を持っていったと言われております。新大工町商店街シーボルト通りにやってきました。新大工町は賑やかな商店街ですね。いいですね、活気があって。はい、ありました。到着しました。長崎新大工町郵便局ですね。こちらになります、ね、じゃあ行ってまいります。はい、はい、押してきました。長崎新大工町郵便局。何ですか？これはね、奥んちの、まあ、この新大工町の出し物であります引きだんじりですね。それとこの左側に石垣がありますが、おそらく、まあ、この界隈は昔長崎神左衛門の、まあ、ゆかりの地ということがありますので、そのお城の跡、城の腰をこれデザインされているんだと思います。5つ目の風景印は長崎新大工町郵便局の引きだんじりと城の腰。引きだんじりが描いてある場所があるみたいなので向かうことに。旧玉屋デパート、ここにですね、この新大工町の出し物の絵が確かあるはずですよ。もうすぐここね、解体されますが、その前に人もこのレンズに収めておいてもらいたいですね。ありました、新大工町の奥んちの出し物の、ね、あ、本当だ、引きだんじりですね。あ、本当だ、引きだんじり。奥んちの出し物をデザインしているということですね。長崎くんちで新大工町が奉納するのが支部と引きだんじりです。町の名にちなみ、大工の腕の見せ所である華麗な装飾を施した引きだんじりを長年奉納し続けています。それとまた白の腰、ちょっと上の方になります。はい、行きましょう。桜葉ですね。桜葉ですね。で、先ほどのデザインにありました白の腰の石垣ですけれども、まあ、長崎の開港470年となりますけれども、もともとそれ開港前の町っていうのはこの界隈が町の中心でした。で、長崎神左衛門という領主がこの辺りに屋敷を構えていて、うん、この石垣、まあもともと古い石垣はちょっとね、僕は今見えませんけども、まあ、ここに屋敷を構えて、はい、まあ、いおりを構えてここに、居住していたということです。で、屋敷を構えた屋敷の近くにはいつも馬が出動しなきゃいけない時には乗らなきゃいけない馬がここにいたから、ここが馬馬場で、桜が咲いてるから桜馬場という、まあ、地名にはなっていくわけですけども、まあ、厳密に言えばこの、 石垣のデザイン、まあ、城の腰ってありますが、実際ここがお城ってわけじゃないんですね。ここはあくまでも館があった場所で、はい、うん、実際の城の腰というのはこの上の方になります。
今この桜庭中学校、ちょうど今グラウンドになってますが、ここに今長崎人左衛門の屋敷が建っていた。はい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 、ゃ そして有事の際ですね、誰かが攻め込んできたっていう時には、まあ山城と言いまして、今日はもう行きませんが、一番てっぺんにクスノキの葉っぱが見えると思いますがね、あの辺りに山城があった、古い城があったわけですよ。古い城の跡、城の腰ということで地名が今城の腰となっているわけですね。おそらくまあこの会話にあったであろう、まあ、石垣がこうやってデザインされております。なるほどなるほど。ちなみにあの長崎人左衛門は後に、まあ、キリシタンとして、まあ、洗礼を受けるわけですけども、その後ですね、自分の屋敷の上の方に教会を建てて、そして家臣らにですね、自分の信仰を、ね、同じくしなさいということで上に教会を作ったとか、そういうことでこの辺りはもう400年以上の歴史がありますし、そうやって布教活動を、ねした人の一人がルイス・デ・アルメイダということですね。なるほど。今回巡った風景印は長崎新大工町郵便局でした。